名前がジャンプじゃないか。よし、行くぞ。少し待ってくれ。3ヶ月かけて収穫なしか。でもちょっとその最善は尽くしてるんです。あいつがラザレビッチだな。こいつ第三発掘現場から出土品を盗もうとしてました。私も随分甘く見られたものだ。いや違います、これには訳が。いやいいの。私の周りは裏切り者とバカばかりだ。どうする、あいつもっと怒らせちゃうか。どうぞ。行け、辺りを調べろ。来い、こっちだ。よし、お前の出番だ。こっから援護する。おバカさんがスナイパーライフル忘れてったぞ。油断するな、敵さんの番兵が何人か残ってる。さあネイト、ショータイムだ。給料だって大してもらってない。黙ってろ、ジャキジャキさん。ラザレビッチはかなり本気のようだな。すごい資料の数だ。シャングリラの探検を全て網羅してる。古くは17世紀のものからある。でマルコ・ポーロの日記は。それもある。一層下もたもたすんな。分かってるよ。偉大なる旅人はシャングリラへの苦難の旅路に打ち勝つべく黄金のパスポートを与えられた。はあ、なんだ、どういう意味だ。さあな。私は大いなる悲しみを持って旅の仲間を運命に委ねた。シャングリラで乗せた忌まわしい積み荷が我々の運命を決めたのだ。マルコ・ポーロたちは津波を天罰だと思ったわけか。待てよ。くそ、サリー、チンターマニ席はここじゃない。何？こう書いてある。私はフビライハンの怒りに喜んで耐えよう。あの聖なる寺院からチンターマニ席を撃つぐらいならば。マルコ・ポーロは石を取らなかった。それなら忌まわしい積みって何のことだ。わからない。石がここにないならラザレビッチは一体何を探してる。シャングリラだ。おい、ボルネオデカ、こんなところにあるわけないだろ。多分マルコ・ポーロの足取りをたどるつもりだ。そうだ、シャングリラまで。なんで？なぜなら石はまだシャングリラにある。クロエ、話せるか。いいわ、どうぞ。これまでの発掘作業で遺体や遺物は何か見つかってるか。いいえ、そう言われれば何も。なんで？600人以上が船でナンパしたのに遺体はゼロ。そんなの変だろ。一体どこへ行った。津波が来たらどこへ行く。山の上か。ピンポン、山の上へ行こう。マルコの仲間が見つかるはずだ。クロエ、合流できるか。もう向かってるわ。
あと2、3分だけ待ってください。お友達に言ってやりな。なんだ、死んでる。あ、くそ、散らばれ。隠れてろ、俺がなんとかする。こっちに下がるぞ。ああ、これ使える。散開しろ。こっちのはずだ。
おお、サーリー、この石を見てみろ。どうやらいい線いってるみたいだ。これを見てみろ。ああ、いいね。よっ、こんにちは。ここには何があるのかな。運が良ければマルコ・ポーロの乗組員が眠ってるはずだ。調べてみよう。ああ、この寺院は何千年も前のものだ。まあな。こっちへ行くぞ。おお、大当たりみたいだぜ。この死体何百ってありそう。歯を見てみろ、真っ黒だ。すごい、全部粉だ。津波が来た時彼らはここに逃げたんだろう。何らかのヒントがここに。おい、いいもん見つけたぞ。ここに。また松屋に。これ前に見た。サリー、照らしてくれ。うわ、おう、ちょっと待て、これは血だ。あっちにもこっちにも虐殺があったらしい。よし、血痕をたどってみよう。何かにたどり着くかも。この壁で終わってるな。ああ、妙だな。少し動いた。サリ、手を貸せ。さあ、もう一度押してみよう。痛えな。ここまで血痕が続いてる。まだ転がってるぞ。うわぁ、これって変な考えかもしれないが、互いに殺し合ったように見える。なんだ、びっくりして逃げ出すのか。あれ見ろ。これは何かな。気をつけて。こんな小僧め。冗談だよ。ネイと心臓が止まっちまうところだったぞ。おお、なんだその薄気味悪いのは。何を、武器か何か。違う、これは砲塔だ。何かの儀式用だな。障害をなくしてくれるはずだ。ああ、ね、霊的な障害だ。ああ、待てよ、このナイフマルコポーロのあれじゃないか。あれってどれがそれで何があれ。日記に書いてあった。あ、偉大なる旅人にはシャングリラへの困難な旅路に打ち勝つべく黄金のパスポートがって。これがパスポート。パスポートならルンルンだが、一体全体どこへ行きゃいいんだよ。そうね、この地図に書いてあるんじゃない。見せて。大インドとチベットに挟まれた地に見事に仕上げられた寺院の国がある。無数の黄金の尖塔が天高くどこまでも伸びている。待て待て、どこか分かったぞ。ネパールだ。当時は寺院だけだったろうが、今は町だ。そう簡単には行かないってことね。待て、まだある。寺院は多くあれど、シャングリラへの道を秘めているのはただ一つ。その道が示される旅人もただ一人。黄金のパスポートを持つ者だ。おー、やったな、グッジョブだ小僧。何もたもたしてんの。すぐ行きましょう。よし、バイバイ。行きましょう。
怪しい奴がいないか偵察してくる。手を貸せ、ネイト。こっちだ。やれやれだ、行こう。アーリー、ここよ。奴ら逃がすな。ドレイクだわ。これ、何して。手を上げて。また引っかかって。黙れサリー。やっぱりお前か。お前ビクタークソ野郎サリバン、まだこの老いぼれジジイを連れ歩いてんのか。やめろネイト。3ヶ月も檻の中にいたやつにしちゃ威勢がいい。当てもなく3ヶ月もジャングルをさまようよりはマシだ。船は見つけた。それ以外はチンプンカンプンだろ。地図もない。下から登ってきたわ。あら、ハリー見てこれ。地図もないって。インドとチベットの間に一つの寺院が示すだろう。シャングリラへの道を。マジかフリン、日が暮れるぜ。そうカリカリするなって。ラザレビッチに突き出せ。無所から逃げたこと後悔するぜ。行って。ほら、さっさとしろ。もう大丈夫か。ええ、これでフリンも騙せるでしょう。なんとか時間は稼ぐから。いや、クロエ、一緒に行こう。ネパールで会いましょう。さあ、行って。行こう。あの子好き、だろうと思った。見つかった。逃げろ。危ない。ご忠告サンキュー。ふざけてないでこっちへ来い。行くぞ。どうする。飛ぶだろ。おいおい、映画じゃあるまいし、飛べるわけないだろ。首がポッキリ折れちまう。ここにいればラザレビッチにポッキリやられる。お姉ちゃんにポッキリならいいけどな。またか、このエロ親父が。俺は運が悪い。俺みたいな男は悪あがくしちゃいかん。サーリー、切り抜けられるだろ。今までと同じだ。ネパールのお姉ちゃんによろしく。俺はリゾートでバカンス。なんだよ。甘い土産話聞かせろよ。あそこにいたぞ。うわ、くそ。よし、行くか。お先にどうぞ。ゼビビー。マジかよ。